なるとこんな風に響き渡るのもすごい。全然なんだ。結構な音すんね。本当だね。そんな大きい音すると思う。すごい木が。あー、きれい。いやー、あー、きれい。いやー、癒されちゃう。もう、ごめん。いやー、うん、きれい。いやー、これ来た方がいい、みんな。うん。いやー、素晴らしいね。素晴らしいね、ほんとに。で、そっか、まだこれからだけど、レバーっていうのがすごいね。こんな感じ。ここはずいぶん昔から変わらないのかしらね。虫って虫さんが虫さんが虫さんが、あ、これね、桜、うん、ほらまだ咲いてるんだね。ほら桜、かわいいね。神様のお命、神様からいただいているというか、つながっているというか、なんかそのお命なんだなっていう、それを全うして生きる。要は神様であったらどう生きるかみたいな感じ。あなたの命は神様の命なんですよって言われたらどう生きたいっていうことかも。なんか偽ってるものでもなく、何かの力を借りてるわけでもなく、ありのままの今持ってる色のものを最大限に引き出していくってことが、なんか生きるってことなんじゃないかなって。抗ったって何したっていいけど、やっぱ今を生きる。心臓が最後まで止まるまでは全うして生きるんだよ。全うして生きる。なんか人のために、人にの役にとか、人に対して何かしたいとか、やっぱさ、みんな思うんだけどね。それだとさ、誰かのためにが一番になって、なんか誰かのためにやることが自分のためになるみたいな。本当はなんかやっぱ一番は自分なんだと思う。自分の気持ち、自分がやりたい、自分がこうしたいっていうのがまずメインじゃないと、原動力ってそこから来るじゃない、うん、それがなんか生きるエネルギーでもあるんだと思うんだよね。でもそれがさ、相手のためにやったとかさってなっちゃうと、今度苦痛になったりするじゃん。私があなたのためにこれだけやったのに的な。やっぱりなんか本当、ただ単に自分がしたいみたいな、自分がそう生きたいみたいな、なんかそういうのが一番大事かなって思うよね。なんか
生きる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 、なんかもうそういうのずっとなの最近。感謝じゃないけどさ、やっぱり感謝だよ、感謝、感謝だよ。やっとそこにたどり着いた。だたり俺の息。やにそれ。そうだね、ヤスは感謝が大事だって言うからさ、愛と感謝はくっついてるんだけど、やっぱ感謝を持てないとダメだよね。なんかちょっと変な感じになる、ここ。時代がずれる。いや、俺もこっからすごいんだけど。なんかドキドキする。どっち方向？すごくない？これ。うわー、すごいね、これ。タイムスリップしてる。頭がおかしくなる。あ、綺麗だね、ここのシーンとか。素晴らしいね、ここ。時代が。素晴らしいね、すごい。これはいい。木がさ、一緒に移行してる木なのね。わかるかな。いや、素晴らしいと思う。これは視聴者さんにお届けされた。ここまだ。すごいね。こことか、ほんと綺麗。雪だね。雪？え、そうなんだ。これ、これ、ほら。すごいんだけど、なあ、感動、感動するな。これお花？お花じゃない？でもなんか咲いた、葉っぱだった。全然違った。ここはなんか癖になりそうな感じ。
小動物が渡る。大丈夫ですか？大丈夫？ゆっくり行く。やばい、ゆっくり行く。あ、滝だね。あ、すごい水がたまる。一番左のね、石棒、うん、今日すごい目があって、うん、なんとも言えない感じだった。いつもここを守ってくださってありがとうございますみたいなことを伝えたのね、うん、修験道さんたちとかがの関係のなのかなと思ったから、うん、なんていうの、チラリって見て、うん、うん、みたいな感じだったの。だからなんか、あ、また来ますって言ってるの。なんていうの、無心だから、無心なのね、うん、まあ、まずその、うん、だけでわかるじゃん、うんうん、でも返事してくださったの、なんか、
無言で語る俺みたいな感じ。よくわかんないし、よくわかんないし。そんなのあんの、ね、無言で語る俺の日ってあったっけ。知らないんだけど。なんか神社とはちょっと違う感じだね。で町から持ちさんじゃん、うん、で無理にねこじ開けようとしようとするからうまくいかないって言っていて、うん、力っていうのの使い方を間違って決めます。天の岩戸を開けたいっていうのがさ、うん、一心なんだよね。そのことだけを考えて開けないとって思って開けてるのね、うん。だからその思いって理由もないじゃん、そのままだから、うん、だからそうやってやるから力が発揮できるのね。一番のバカ力ってその人さっき何も考えてない、とにかく一心不乱にそのことだけを考えて力を、うん、例えば命を助けたいとかって思いじゃない。それによって力を発揮するわけ。いい人になろうとか、これやったら徳が積むかもとか、うん、力持ち風に見せようって言ったってうまくいかないよって話だと思うの。だからあさっきの命っていう今を生きる、自分を生きる、とにかく今神様から与えられてる命っていうのを生きるんだっていうことが、なんか何かのためになるし自分のためになっているし、誰かのために生きようじゃなくて自分のために生きたら なんかわかんないけど人のためになってたっていう、この流れっていうのが大事なんだなっていうふうに思って、結局神様たちってそれぞれの得意分野とかが終わりになるんだけれども、なんか言っていることって結局あなんか同じ根っこ同じだなみたいな感じがした。水ね、水の神様もここいらっしゃるでしょ。水を豊かにする。で水も同じで、一滴の水からたくさん、集まって川になる。岩と岩があったら岩のところを通ろうとは無理にしないよね。でも岩と岩の間は通れるから通るのよね、流れのままに。でそういうことだよって言ってた。根っこが愛から来るものだったりとか、自分を生きるものだったりとか、本当に心の底これをこうしたいって思う熱意だったりっていうものが、いろんな力が動かされる。そしてそれは根っこが愛であれば、いろんな目に見えない世界と私たちは共生してるからさ、まあ、助けてくれる、運が開く。なんかやっぱり欲があっちゃいけないわけではないんだけど、そういう風な方向から行くんではなくてってことだと思う。それはやっぱりもう一度考えてみようかと。あとさ、猿田彦さんもそうだったの。猿田彦さんがさ、すごいスピードでブワーっていくの。ブワーって、ビビューって。だけどさ、なりふり構わず言ってるわけじゃなくて、その木とかさ自然霊と一緒に仲がいいわけだから、自分が通るときに何ていうの、自分が通りますよみたいな、うん、なんかお願いしますねみたいなのがあるわけだから、みんな避けてくれるのよね、うん、だってこの人柄だもんね、それは避けるわよみんな。どけって言うと違うから。だから人柄によって全部開いていくの、運が開くみたいな。で、あれもそう、豊受けにも、はい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 、神様もそうよ。だって、くれとも言うわけじゃなく、感謝してるからさ、勝手に湧いて出てくるのよ。湧いて出てくるからあげるのよ。あげればまたありがとうってなって、また出てくるのよ。なんかその、なんていうの、循環、純粋なる循環みたいなのがあるわけ。そう思うとね、みんな神様、なんか根っこが同じなのね。
うん、それが素晴らしいなって思う。なんか同じだろうよねって私は思うんだよね。そうで、端からの神様、うん、いるんだけど、ほら見て、うん、見て、かわいいね。なんとも寝てるんだよ。もうどうなの、ここで寝ちゃってる。普通にあんな感じになりましょうよ。そこどうなのかな。寝ちゃうよみたいな。黒糖棒あるよ。それ食べるよ。